なんだここ心の中だよ、お前の名古市ってムキムキ俺は古市じゃない、モンテスキューだ。はぁ、あ、三権分離のどこを通った。ちょ、待て待て、なんだそりゃ、わざめ。なんかお前、今ノリで殴っただろ。殴ってない。殴っただろ、そこ否定すんなよ。いいか、よく聞け相棒。今、お前さんはとてつもなく危険な状態にあるんだぜ。おならで言うと、ちょっと湿ったスカシッペってとこだ。なぜおなら？てか危険じゃねえし。あのお嬢ちゃんが打ち込んだウロボロスってのは、自分の王を飲み続ける蛇のことだ。わかるか？今お前のいるこの世界も同じ状態だ。ここから出たければ、鍵を探すことだ。鍵？そう。お前が一番必要としているものを探せ。なんだよそれ、もうちょっとちゃんと説明しろよ。つまり。あ、時間だ。つまりなんだ。おーい、なんだこれ、なんだこれ。要するに、なんだ、あのラミアとかいうガキに撃たれて、俺は今昏睡状態ってことか。ってこと、これ全部俺の頭ん中。何考えてんだ俺。いや素敵なお嬢さん、お散歩かい。姫川と神崎。そう、僕らは素敵な黄金色の午後を楽しんでるのさ。まさかお前らが俺の。いや、なわけねえな。ない、うん、ないない。お、落ち着け俺。こいつらは、お前などには追いつけまい。バカじゃないの。ハプトモーガ教のハートまでたどり着けるかな。バカじゃないの。バカじゃないの。ちょっと待てよ。古市出てきて、で神崎と姫川で、次がヒルダと国枝だ、アランドロンだろ。ってことパターンからいくと、やっぱり俺か。 Yes, it's me。 だよな。だいたいこの手のは最後に自分自身を倒して終わりってパターンだよな。いや、え、暴力は良くない。あ、暴力からは何も生まれない。人には話し合う力がある。拳ではなく言葉を用いての対話こそが世界平和への第一歩。じゃあどうするわけ。決まっているだろう。今からじっくりと話し合いをする。お互いの思うところを忌憚なく述べ合い、活発な意見交換を交わし、双方の折衝点が見つかるまで時間をかけて、一つずつの懸念を。めんどくせえ。お？左の頬を殴られたら、右の頬もお願いします。右の頬を殴られたら、左の頬もお願いします。うるせえ。左の頬を殴られたら、右の方もお願いします。
問題はここからだ。はい、拒絶が始まります。薬を打ち込んで6時間、これだけ待って目覚めぬということは失敗？失敗しちゃった？イエーイ！いたぞ、このガキ。てめえには礼儀ってもんをたっぷり教えてやる。離せ、このスケベ。なんとでも言え。どうやら峠を越えたようだな。あ、あとは坊ちゃまを取り戻すだけだ。気分はどうだ？離せ。いいわけねえだろ。